ああ、脱いでる音がしますね。これ、来ますね、やつが。ああ！ゴーヘルゴー、突き落としていこう。謎理論。だだだだ、謎理論。いやあ、先生消してよ。さあ、ゴーヘルゴー続きやっていきたいと思います。地獄大使ってのは地獄講師か。地獄講師というね、すっげえスケスケの服を着ていたメスガキと出会いまして、工事現場をクリアするっていう社会目標が出てきました。でもね、よく見たらこっち、あ、これ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 。これアイコンが飛び跳ねていると思いますが、これね、レベルが上がったらこことかクリックしたら、その女の子たちと、イベントが見えるらしいですね。というわけでね、今回さっきトレアで見てみようかな。ともりーん、ともりーん、君のイベントを見せてくれ。今日も疲れた。あれ、倉庫を部屋にしとる割には結構いい感じのスペースやな。てかここに読みたらここにスーパーファミコンみたいなゲームもあるし、あー、なんか古い時代のテレビがあるし、まあ、なんか割とちゃんと過ごしやすそうな場所になっとるやな。買い出し、お着み、事務作業、清掃業務、完全に社畜生活だよ。お前よ、一人の人間のオーバーワークすぎるだろこれ。まさかこの年で帰ってきて寝るだけなんて生活を強いられようとは。嫌な社畜やな、ほんまに社畜ムーブやな。朝起きる、ご飯を食べる、働く、帰ってくる、寝るっていう。もうなんか、娯楽をする暇がないパターンのやつや。なんか何もしないまま日々が過ぎていく感じが。ああ、倒れた。あ、ダメダメ。床に寝転んだらそのまま寝ちゃいそうになった。ああ、せめて布団に入りな。風邪ひくぞ。これからずっと続くのかな。やっぱり悪い夢でしたとかならないかな。もう死んどるから寿命っていう概念がもうないんだよな。なるわけないか、うん、あれちょっと匂うかも私。そういえばお風呂ってあるのかここ。よう考えたら女の子としてそこちょっともう最低防衛ラインなところあるぞお前。清掃と運搬で汗かいちゃったしな。このままベッドに寝なくてよかった。もしかして死体の匂いとかさ、死体の匂いとかはこびりついたりするんだろうか、あの仕事って。やっぱりお風呂は入らないとね、疲れもちゃんと取れなくなっちゃう。そうと決まればレッツゴーだ。あ、あるんだここ会社なのに。お風呂、あれだから広いのはいいんだけど、なんか作りが古くて不便なんだよね。これは無夫婦な展開になりそうな予感だ。蛇口もお湯と水で分かれてるやつだし、追い焚きなんてのはそもそもないし。お風呂掃除は社員のみんなで交代でやるけど、お湯張りは私がやることが多い。その方が一番風呂に一番湯に入れるから。社宅みたいになっとんやな、なんか。待って、社宅みたいになっとるってことは、あら、これはなんかラッキースケベの予感がしますね。あー、脱いでる音がしますね。これ来ますね、やつが。あーあー、全年齢の限界に挑む。 YouTube の限界にも挑んでますけどね、これ大丈夫かな。こんだけ肌があったらちょっとモザイクかけとかなあかんかもしれんな。下手すらモザイクかかってるかもしれません、動画上。ふんにゅふんにゅ、いやらしい効果音出てきたよ、ほら。こっちに来てからハードな労働やってるはずなのに、なんでここのお肉は減らないかな。いいよ、男そういうところについてるお肉大好きなんよ。ちょっとぐらい減ってくれてもよくない。減るわけないか。動き回ってお腹空くから前以上に食べちゃうし。八代さんと町中華屋さん行ったりしたらいっぱい食べちゃうもんな。あー、意外とそういうお店行くんやな、一緒に。だってあそこのチャーハンとラーメン美味しいし。
ふにょふにょ。わあ、質感のさ、ニュアンスがわかるタイプのね、擬音語出てきましたね、これ。まあ、許容範囲かな。もうちょいお肉余ってきたらダイエット。筋肉という筋肉がついてないタイプのお肉なんやなんていうのがわかりますね、言葉で。いやいや、こういうのは思い立った時にやらないとズルズル。そんなことをつぶやきなら、鏡を見ていると、突然、入り口を扉が開いた。あー、工具箱どこに置いたっけなー。来たなー、やつしろー。ラッキースケベやつしろー。倉庫いなかったってことは、多分こっちの荷物置き場に。あれー、ないなー。どこに置いたんだ、前の俺。あ、たまりちゃんか。何してんだ。って、ここなら風呂しかないか。はははははは、デリカシーなぞー。風呂しかないって分かったんだったら、なぜそんな反応になれるんだ、お前。それより、備品の工具箱を見なかった？なんだよ、いきなりでかい声出して。いきなりなのはこっちの方です。何の反応もないで。聞こえてるところなんですから、ちょっとくらい確認してから入ってきてください。そんなこと言われても、今までそんな習慣なかったから慣れてなくてな。すまんすまん。それで工具箱はーっと、すまんすまんの一言で終わらせた。これちょっと何平然と探し物に戻ってるんですか。乙女が着替え中なんですよ。自分の羞恥心というか、女子へのデリカシー探してください。乙女たって亡者だしな。現世ならセクハラパワハラその他もろもろで訴えたら確実に勝てます。間違いない。でもここじゃ亡者だしな。そんなだと異性にモテませんよ。んだと？モテるモテないは関係ないだろう。ないだろう。あ、関係してるねこれ。もう図星使えてるやつですねこれ。ありゃりゃ落ち込んじゃった。意外とメンタル弱かった。じゃなくて、もう早く出てってください。まあまあ、工具箱見つけたからでもいいだろう。もう見られてるんだし。工具箱くらい後でもいいじゃないですか。ちょっと台車がガタついてるのを直したいんだよ。ともりも探してくれ。そうやってここにいる時間を長引かせようとする魂胆ですね。やるな、やつしろ。ラッキースキブやつしろ。料金が発生するところなら奥に行きますよ、奥。そうなのかね。なんでだよ、そんなフリフリ油断ポジーが奥行くか。うひー、気にしてるのに。デリカシーの塊もないわ。デリカシーのかけらもない感じやん。まあそう吠えるなって。工具箱、工具箱っと。お、やっぱここにあったか。確か前に蛇口のパッキン交換した時に使ったんだな。用事終わったんなら出てってください。わかったわかった。言われんでも退散するから安心しろ。油断したボディ見てても嬉しくないしな。八代さんが出て行った扉に向けて洗面器を投げる。いつかこうなるんじゃないかと思ってはいたけども、意外と早かった。さあ、このゲームはね、全年齢対象ゲームではあるが、エッチなゲームだよ。それに油断ボディとか鬼め、いや鬼だったわ。それにしてもまたつまむなつまむな。ゆるゆるボディだって気づかれた。この女の子が自分の肉つまんどるところもなかなか見えへんけんな。これ全年齢どころ R18 のゲームでもさ、あまり見ような気がするんやけど。私の体思ってる以上にヤバい。俺はいいと思うけどな。いやいや、そうじゃなくて、このまま寮にいたら身の危険が危ないのでは。って、工具あるなら鍵付けさせればよかった。そうやな。そんなことを言って、プリプリ怒っている間に、出しっぱなしのお湯が浴槽から溢れていったのであった。こういうさ、社畜の日常みたいなのが見えるね。何？あ、それでも一応好感度上がったみたいな感じになってる。あなた、ヘルスキル増えるんじゃ、これ見たら。あれ、これ知っとると知ってないんだよ。大きく違うな。本人も対象も不意を突かれるアクシデンタルな小威力打撃、つまり攻撃手段増えたってことか。あら、やつしろの方も上がったわ。交流が特装、あ、大威力衝撃大サービス。あ、結構威力の高い技出たってことか。え、何それ何それ。これ見ることによってみたいなことがあるんじゃ。へー、
ちなみにこれね、なんかデイツーってあるけど1日にね1人しか見えるらしくて、この通り一ノ瀬さんは見えなくなりました。残念。じゃあ会社目標をね、工事現場をクリアするになったんでね、そちらやっていこうかな。こっちはね、行くぜー。ふむ、ゴミも多いけど、猛者もそこそこいるっぽいな。確かに人気スポットな気がする。でしょ？感謝しろよな。今からでもパワーランチに変えてくれていいよ。あんなカロリー爆弾食ってたら太るぞ。実際俺は1週間で3キロ増えた。まあね、一ノ瀬さんの場合、その、溜まってく体の部位がですね、いいとこに溜まりそうな感じがするから。毎日食べんな。ひどい。私ここんとこコンビニおにぎりばっかですよ。たまに中華食べに行ってるだろ。食ってたのは昔の話だ。おいだってここ何日かはおにぎりかパンだよ。もうちょい金が入ったらちゃんとしたもん壊してやっから。なんですか、ちゃんとしたものって。トリュフとかフォアグラとかですか。絶対ですよ。あれからこのトモリーンの泣き顔がすごい可愛い。じゃあ私と一緒にパワーランチ食べようね、トモチン。やっとごちそう。コロコロ表情変わるな、こいつ。何が入ってるのか知らないですけど。完全におごる仲に願ってやがる。て、A 亭の参拝するのに。おごるのやめやめ。車内で自炊する。とりあえずトモリーン、お前が当番な。それって、八代さんにも当番回るやつですか。カップ麺しか作れねえぞ。私がやります。諦められてるやん。楽しみだな、ともちゃんの手料理。料理できんのかな。まん、なんでお前まで食うな話になってるんだよ。それはそうとですね、なんかあそこによくわからない塊とか濃い色の液体がぶちまけられてるんですが。ああ、あれはなんて読むんだこれは。どう、血だまりだな。まあ、えげつないもんですよね。やっぱりそうじゃないかなと思ったから言葉濁したのに、なんでそんなものが工事現場に。本当だよ、安全第一、安全第一。食事の話をしてたのに食欲がなくなる。そのうち慣れるさ。業者がゴミ掃除でミスっちゃったか、それとも巻き込まれた一般市民か。人気スポットにはありがちな事故だな。儲け欲しさに無茶して前のゴミに変えるうちってのはよくある話だ。やっぱり結局命に関わるような仕事なんだろうね。おい、私超初心者なんですが大丈夫ですかね。あんな火を振り回す初心者はいるか。私と八代がいるから大丈夫。そんなバカ強い個体も出ない場所だし。それならいいんですけど。あ、始まるかな。おっしゃ、さあ3人で戦います。じゃあ早速上の戦うところ、敵がおるところ行きますが。お、なんだこいつ。目が合っちゃいました。合っちゃいましたね。なんかゴブリンで装備をつけたようなやつ。片付けろ。そしてアトモリが新しい技をつけましたんでね。全範囲の火炎放射攻撃と衝撃属性、どうだろう。 MP がこっちの方が消費少ないんですが、あ、省威力打撃ってあるな。 MP 温存のために、まあ威力が低くてもこっちで行くか。 MP の消費量がだいぶ違うもんな。まあ基本的にね、全体攻撃1体しかおらんのやけんいいでしょ。単体でどん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 行きましょう。わあ、倒れた。ともりただずっこけただけじゃない。ただずっこけ3人組しようだけじゃない、お前。ビビビビビ、あ、こいつ意外と攻撃力高いな。こいつ見かけたら、もうすぐに倒せるように、威力も高い技、惜しみなく使った方がええかもしれんな。全体攻撃ってもん言いたいところ。とりあえず2ターンで倒した。ちょっと HP が減、ちょっと目立って減ってるね。1回攻撃食らっただけなのに。さて、このまま大丈夫かな。一応、回復アイテムも揃えてはいるんですが、多く戦う方向に行きたがる俺。あ、なんか結構レア度高そうなアイテムここあった。箱のデザイン違うじゃないか。前に見たこれからこれまで見た方はあるやつの中では、お前すごい火で全員が弱点ついてるんで。そして
一ノ瀬さんも全体攻撃バフをかけてる日があると思うな。おら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 、これでこれで倒せるでしょ。バフとかかけてる日があると思うな。よいしょそんなこと言ってんの君、お腹冷えてきたって。脇は冷えんのかその格好で。そっちの方が気になるわ。脇って冷やして大丈夫な部位なんだったっけ。どうなんでしょう。どんどん使ってこ。あ、自覚釜 A タイプ、結構装備アイテムとして優秀そうなもんついてますけど、これさすがたくさん敵を戦わないといけないルートにあるアイテムといったところか。さあゴー。一撃で片付ける。それは無理だ。これは全体攻撃ぶっぱでいってもいいでしょう。もしみなく行こう。おら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 、オッケー、一旦撃破。どんどん行きますよ。こっち行ってこっち行って、ここで戦闘か。木の数が、あ、こいつか。こいつは早めに倒しとった方がいいけん、威力の高いやつをぶっ壊しといた方がいいと思うんですよ。あ、耐性あるな。でも一応瀬さんはこっちで行こうか。ほら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 、一ターンは無理だった。あー、一回攻撃食らってしまうな。これもう電気ビビが威力高いかつみたいなことあるんで、あれ一応瀬さんちょっとあれかな、電気属性に弱いタイプなんかな。なんか結構ダメージの減りが多いような気がする。ちょっと回復アイテムを使います。あ、ヘルスキルってなんかあるんかなって思ったけど、これはちゃうんか。ちょっと回復量多いやつ使っとった方がいいような気がするな、これで。他の2人で単体攻撃2つで倒せるでしょう。これでいいだろう。あー、でも他の2人もちょっと HP やばいな。これはなんだ、ここでもアイテムって使えるんかな。回復アイテムはあったと思うけんな、使いたいんですが、ないかな、使えんのかな、使えんっぽい亡者が近い。あ、亡者がいる。モーライやな、これは。これはモーライでしょ。一番やりついたぞ。すごい火で全体いって、まあまあ全体攻撃か、全員全体攻撃か。おら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 、あ、やばい、ともりがちょっとやばいかな。あれ、ただ特装が使えるようになってる。あ、 MP を思いっきり消費するけん、そっか、 MP が満タン状態じゃないとダメみたいな感じの条件があったんかな。ともり、お前は回復だ。コーラでも飲んどいてくれ。でこう、あとは単体攻撃で殴ってしたら倒せるでしょ。 OK、 MVP だ MVP だ。そして猛獣確保だ、レベルアップだ。あれ待てよ、レベルアップしたらさ HP 回復するんじゃね。あー、あれか、レベルアップしたっけさ、あのなぜ か体回復するタイミングがあるなと思っとったら、だったら回復アイテム使わんでもよかったかなミスったな。まあ 25% のやつやけん、まだコスパのあれなやつやけん、まだよかったかなというところ。全体攻撃で、一ノ瀬さんの全体攻撃はこいつに対して耐性があるけん、これに関してだけは単体攻撃でいっとこうか。あー、でもギリギリ残るんやな。で、この電気ビリビリを通してしまうんだな。ちょっと痛いね。片付けろ。亡者が攻撃してこんけんね。とにかく後ろのやつに攻撃集中させる。すごい日じゃない。これで。はい、ダコ直り。よっしゃー。あー、梅さん。秘書みたいな人出てきた。事務員みたいな人かな。あれ、これ何、下のやつなんなんこれ。すごい気になるもん下にあるんやけど、木箱があるけん、なんかすごい気になるもん調べてみよう。なぜかこれ、
バフがつくんじゃこれ。あ、バフつけてくれるんじゃ。ディフェンス防御力上がった。なかなか割と良かったな。あ、トガイアイオータレイベント来たぞ。あれ、八代さん、前から誰か来ますよ。ん、ご同業かな。ちょっとその先の塩梅がどうとか、あ、塩梅か、塩梅がどうか聞いてみるか。なんかフラフラ走ってきますし、塩梅がどうとか聞いてる場合じゃないんじゃ。ちょっとそこのあなた大丈夫なの？あ、普通の事務員みたいな感じの人来た。こちゃダメだ、行くな。なんか襲われてるような感じやな。おい、おっさん、何があった？わあ、なんか嫌な音聞こえたね。ブチュブチュブチュって。わあ、ジャックザリッパーみたいなやつおるぞ、俺。おい、あんた、大丈夫か？八代が倒れた人に近づき、体を軽く起こす。大丈夫じゃないみたいだな。じゃないって。このおっさん、ここに来る前にだいぶ遊ばれてたみたいだな。あちこち、怪我だらけだ。続き、八代が抱え上げている男性の、なんて読むかわからんけどに、もう一本カッターナイフが突き刺さった。なに？トモちゃん気をつけて。4分。おお。今度は1体につき1分切れた。なんだ？すごそうなやつが来た。1体1分。なんだお前。あの子の周り、ムクロがいくつかある。あ、ムクロって読むんじゃこれ。さっきの人も含めて。全部この人。やばい、強キャラ来た。ボスかなこれ。どうやらそうらしいな。ただもんじゃねえ雰囲気してやがる。呪霊器もつけてないみたいだし、一般人、それとも王者。でもやばい雰囲気だけは醸し出してるねこれ。どっちでもいい、やるってなら受けて立つぜ。私的にはあまり受けてほしくないんですけど。ちょっと待って、やっしろ、もしかして超全体に注意勧告が来てたやつかも。指名手配犯みたいなやつおるん。注意勧告どんな。キリク、たびたび報告のあった処理困難個体のことは、報告じゃ町外れの方にいるはずなのに、こんな場所に。八代たちが話していると、さっきまでぼんやりと遠くを見ていたキリクがゆっくり視線を向けてくる。そう視線には明らかな殺意が込められていた。タイムアタックも飽きたし、今日はもういいかなってタイミングだったんだけど、面白そうなのが切られに来た。やべえこと言ってるやお前。おい、つばらのものを切ってしまったって言って無駄な切符切り捨てはやらない石川五右衛門を見習ってほしいわ。ちょっと黙ってろ。そうか、思い出すぞ。確か報奨金出るやつだってことなら見逃すわけにはいかねえな。大丈夫なんですか？はっきり言って、賞金組みたいなやつか。なさそうけど、このまま逃してくれそうにないかな。あと、私はキリクじゃない。キリク。一緒じゃねえか。どっちも同じじゃないですか。来た。ボス戦か。やばい、強そう。ちなみに俺はいろいろ勉強して、これデバフアイテムがあるってことを知っている。これを使えばこいつの攻撃力を 25% カットできるわけですね。これ使っとこう。これはさて、これはもう惜しまずに威力の高い技をぶっ壊しといた方がいい。低音下による小攻撃力デバフも付与あるんで、さらに攻撃力を下げれるっていうのがここでもいいところ。あ、いて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 、これで攻撃力をもう 35% 減らしたってことでええんかな。これちょっとでかいですね。いい戦い方してる。そしてこっちは特装もある。攻撃力でいきなり殴り、 HP あんま減ってないね。びっくりするぐらい HP 減ってなかったよ今。大丈夫かこれ。すごい火を使う。あとはとにかくガン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 殴っていくしかないな。よいしょ、おい、特殊攻撃演出みたいなの来た。絵面がやばいって今。顔に飛び散った血の領土が
わりと絵面やばいもん見てしまったぞ俺。そんな笑顔でなるな、お前人殴るな、女の子殴るなって感じなんやけど。はっはっはじゃねえな、あはっはっはじゃねえけど、攻撃力マイナス 25% の状態は継続中って感じか。さらに 10% が結構永続的につく感じになるね、この攻撃でした。攻撃力が下がっとうけんか、割と HP の減りが少ない。あ、そっか、HP、あの、防御力 10% バフもこっちついとうけんか。結構いい勝負できてますね。いいね、いいね。アイテムを使うっても重要だってことがわかる。まあ、押しまずに攻撃力の高い技をぶっ破していくだけ。あらら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 。よっしゃ、HP 半分まで削った。いいね。いいテンポ。行くよーって。気の抜けた返事やけど強い。とにかくどん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 ぶっぱぶっぱやな。攻撃力高いやつぶっぱしていくな、上に。一応瀬さんの全体攻撃は絶対重要やな。マイナス 10% 攻撃力下げられるんやけどさ、毎ターン毎ターン使っておきたいところ。みんな HP 大丈夫かな、もうちょいいけるかな、もうちょい気にせずやっていってもええかな。結構削るよな、いいね。あと2ターンぐらいかな。あー、やつしろが死ぬ、やつしろが死ぬけど、やつしろちょっと火薬に回すわ。これはやつしろ攻撃させて、ちょっと MP が減ってきとるともりを火薬に回すか、火薬薬に回す感じで 50%。一ノ瀬さんはね、ちょっとデバフ効果をね、毎ターンつけたいんで、これ重要。あと1ターンでいけるかどうかってどういうところか。トモリが嫌えるが、そこまで HP が減ったってわけでもない。よし、これだったらいける。すごい日。ま、これでいけるんじゃ、まだ。このターンで。よいしょー、ナイスー、素晴らしい。今のは戦力勝ち、今のは戦力勝ちだ。いい勝ちの戦い方だったね。あ、やっぱこのゲームね、ちょっと初見の頃、序盤の頃はね、ちょっと独特なシステムで分かりにくいところあるんですけども、理解できればね、こういう戦い方できるんだなっていうのがありますね。やってか？それ絶対やってないやつ。確かにだよな、手応えってか聞いてる気しねえもんよ。立ち上がりますよ。タフだな、結構ボコボコ殴りよったぞ。やっぱな、気を抜くなよトモリ。ほんま痛そうかな。痛そうにはあんまりしてない気がするな、これ。切るのは好きだけど、切られるのは嫌い。わがままだな。切っていいのは切られる覚悟のあるものだけだ。気が合うな、俺もそうだ。まあこっちは殴り専門だけどな。さっきのは痛かったし、お返しに倍切る。半沢直樹やめて。やられたらやり返す倍返しだ、やめて。冗談に聞こえないんだけど。おい、いけるかトモリ。なんとか。あ、そっか、思い出した。お、梅ひなた女子のだ。あ、制服？ あなた知ってるの？あなたの服、梅ひなた女子校の制服だよね。女子校の生徒なんじゃ。ともりの言葉を聞いたキリクが突然構えを解いた。どういうことだ一体。私に聞かれても死んないって。お腹空いたしやめよ。ちょっと気分やすぎるだろこいつ。なんだか知らんが助かった。おいお前、さっきのは現世の学校か。はい、同じ町にある有名な女子校です。あーってことはこの子もこっちに亡者としてこっちに来た感じなんかな。なんだろう、現世のこと言われて興ざめしたのかな。そう、私には何が何だか。何せよラッキーというか、よくやったって感じやな。
ていうか、化け物かと思ってたけど、猛者なのね。まあそれはその際、この際どっちでもいい。報奨金のために何とか仕留められんかな。あんな可愛い女の子はさ、仕留められんかな言ってるからね。このメンバーじゃ火力不足、人員不足ね。結構戦略的に戦ってどうにか勝ったって感じですよね。やっぱ新人し、素人新入社員だけじゃ拉致がかねえか。私頑張ってるのに。ああ、よしよしって俺は頭を撫でてあげたいな。それは認めてやる。正直さっきは結構助かってたしな。無茶ぶりさせられてるのにこの戦いっぷり、やっぱ才能あるよ友人。嬉しくないな。仕留めるなら従業員集めるしかないね。前に募集とかしてなかったっけ？もう一回ど？あれ、面接ブッチされたんだよな。あるらしいよね。そのね、不真面目なやつがね、受けたいってだけエントリーして結局ブッチするってパターンあるらしいですよね。まあ現状じゃ仕留めるなんて無理ゲーだ。なんか方法考えるしかねえか。どうするどうする。ファミレスの割引券を あげて、これでもうやめてくださいとか言って頼み込みに行くか。ファミレスちゃうな、ケーキバイキングとかの方がいいかなとかやりよったらクリアー。土のうもらったんやけど。あー、これ暴力 25% バフか。え、結構いいね、結構いいアイテム。今の戦闘やってさ、暴力アップのバフが効いとったり、攻撃力ダウンのデバフとか与えたりしてさ、うまいこと戦えたけん、あれで 10% バフだったらさ、 25% バフだいぶでかいぞ。土のう、たかが土のうかと思っとったらさ、もうとにかくいい感じ。誰、あ、ただの通行人だった。あー、なんていうか、8番出口っていうあのおっさんみたいな感じやな。地下道を歩いていた男性は背後からカッターナイフの投擲を受けて倒れる。あなたに用はない。用があるのはこっち。キリクは倒れた男が手にしていたコンビニ袋。おい、カツアゲ。もう強盗レベルのカツアゲを行ったれるお前。その中に入っていたハムレタスサンドを取り出すと、それを口に運んだ。うん、おいしい。元のところと変わらない味。普通に、コンビニとかで普通に購入するほど知らぬか。でもこんなコンビニの名前知らない。あ、あれか、亡者になりたてやけんさ、この亡者とか地獄のそばのこの世界のことをよく知らんのじゃ。そういうことかな。1枚目を食べ終わり、もう1枚に手をつける。地獄、地獄なのに人が住んでるし町が。ああ、そうかそうか、説明を受けてなかったらそういう反応になるんかな。あー、トモリンがさ、今うまいことやっていけよんはさ、八代が説明してくれた件であって、説明する人がおらんかったらこんな感じなのかな。街はなんだか少し古臭い気もするけど。キリクはポケットに入れていたカッターナイフを取り出すと、チキチキと刃を出したり入れたりする。状況が分かってなくて、これってことは前世何をやってたんだって話やけど。前世良い行いをしてなくてさ、それで神に見放されてこっちに来ましたみたいな感じの展開が見えてくるな。人がいるならいくらでも切れる、全然飽きない。ダメなやつだこいつ、ダメなやつだこれ。矢神ライトが見てたら名前か変えるやつや。これもしかしなくても転職なのかも。やめて、そんな転職やめて、お金もらえない転職でもやめて。サンドイッチを食べ終わった後、キリクはコンビニ袋をもう一度確認した。飲み物がなかった。盗んどいて、盗んどいてイチャモンつけるな。仕方ない。また誰か切ってくるかな。やめて。お前なんかさ、手軽に犯罪おかしすぎないよ。カジュアルすぎないよお前。カジュアル犯罪やめて。あ、イチイチだった。チャプター4、拙者の名は、侍キャラ出てくるんかなこれ。あー、それではこれから面接を始めます。なんで私まで面接官にされてるんですか。新入社員なのに。
現状唯一の社員なんだから黙ってそこにいろ。私は長の指導で来てるだけなんだけど。一ノ瀬さんにいざってはおる必要あるんだろうかって感じやな。派遣みたいなもんだろ。じゃあ派遣分の給料よこせよ。皆さんが静かになるまで5分もかかりましたが、面接を始めたいと思います。受験者じゃなかったけどな、5分かかった人は。それで、なんか初っ端から時代錯誤なのが来てるけど、志望動機は？拙者、この地獄において常に当社を求め研鑽に励んでいるのですが、キリクなる者の噂を聞き及び、加えて特殊清掃という職務内容も拙者の依頼と。長い長い、もう少しかいつまんで言ってくれ。というかさ、時代錯誤って聞いたけんさ、どんなやつが出てくんかなと思っとったら、予想以上に時代錯誤のやつ来たな。もうちょいカジュアルな感じの侍かなと思ったら、ガッチガチの侍来たな。これってどいつ時代の、戦国時代とはちょっと違う気がするな。なんかいつの時代の侍やねんってやつ来たよこれ。修行を兼ねて清掃業務を行い、機会があればキリクと立ち会いたい。なるほど、キリクの噂を聞きつけてここにエントリーしに来た感じかな。でも予想外のやつ来たな。なるほどね。でも強そうではあるな、刀持っとって。なあ一ノ瀬、やっぱ冴えないおっさん雇うのなんて全然気が進むのだが。すごい失礼なこと言ってる。せっかくなんだから可愛い女の子が入れたいわけよ、社長としてはさ。俺あまり大きな声では言えないけれど、同感だ。それがこんな不器用おっさんなんてな、なえるわ、しぼむわ。どこがだよ。拙者こう見えて年齢は。なえるとか言われても困る。今の状況考えなよ。そうだな、とにかく戦力が欲しいけんさ。そういう意味では戦闘力でちょっと高そうな感じがするもんな。友達は亡者で素人、私は長の指導ってことでたまに来るだけで、ちゃんとした社員はマジでゼロじゃない。おい、俺のことをちゃんとした社員とは思ってないのか。その人見た感じバリバリのアタッカーっぽいし、拒否る理由なくない？そうだよな、むしろさ、キリクと戦いたいというすら思ってるっけ。目の前の問題に解決できるようなタイプの人材ではあるよな。しゃあねえなあ。あー、それじゃあイアイドーさんだっけ。イアイドーってミスターイアイドーか。あー、ミスターイアイドーって呼ばせてもらおうかな。なんかガンダム00のミスター武士郎みたいやな。いや、拙者の名前はウスマ。ああ、そういうの別にいいから。まあ、気に食わないけど、採用で。扱い悪。それで、とりあえず、事務所前の道路で、ガム剥がしてきてもらえるかな。その方が使ってくれてもいいから。承知した。なんか嫌な仕事させられてるな。あ、イアイドーさん。ガム剥がしならありますから、それ使ってください。かたじけない。では、お借りする。ああ、結局雇うのか、気が乗らんな。そうやな、侍は侍でもさ、女性の侍だったらいいのにな。おっぱい大きくてさ、刀ブンって振っただけでブルンって揺れる感じのやつがな。まあまあ、いい人そうじゃないですか。確かにまあ、悪い人ではなさそうやけどな。いや、男ってだけで存在価値がする。やべえ、やつしろ、ちょっと俺と気が合いそう。ダメですよ。ま、腕は立ちそうだしいいじゃない。まあね。なんだ、受信機だったっけ。あ、ごめん、通信だわ。なるほど、工事現場から移動したの。あ、キリクかだ。何の通信だ。長からの報告、しけ森のあたりでキリクの目撃情報があったって。おう、お、ナイスタイミングじゃんか。じゃあおっさんの刀を早速振るってもらうか。なんだ、おう、インターホンはそこだ。はい、 TLDR サービスだったっけ。そんな感じです。あ、なんか無駄にアルファベット長いやつ。何の略だよ。ほほう、わかりました。少々お待ちくださいね。
八代さん、なんか面接に来たって言ってますけど。あれ、もう一人面接？おっさん一人だと思ってたけど。ボインナお姉さんちょうだい、ボインナお姉さんちょうだい、ボインナお姉さんちょうだい。あ、もう一枚あったのか。むっ、これは性別欄女。お前かーい。お前受けに来たんかーい。女ではあるけどメスガキじゃねえか。まあメスガキ好きな人もおると思うんだよね。合ってない、意外なやつ来た。またてか戦闘力あるんかな。おっと、怒り込んだ王子が稼いできてくれた。えぐいって。あ、なんだイベント、どういうわけだ。はあ、そんなの信じろってわけ。え、何のイベントこれ。うちがなんか亡者かどうかになって地獄に落ちてペチャクチャどうの。おもろー、福さん受けたらよかった。だいたい地獄に落ちる心当たりなんてないってば。大抵のやつはそう言うな。え、だってうちめっちゃいい人ですよ。小銭とかお釣りもらったら速攻募金するし、強いて言うなら2組のぼっちちゃん騙してピーカツさせてマジ取ったあれとか。それ悪いことだよ。うん、クラスメイトを悪い方向に持っていってるよ。科学の池田が裏垢で盗撮やってるってパチこいて学校辞めさせたとか。ああ、それはまあ悪いこと今いい方かな。盗撮やってるのを止めさせたって感じのことを考えればこれは別にいいことか。あとはそうだな。なんかあれとか、あれとか、いや、あれの件もあったかな。なんでお前の選考全部そんなグレーなん。心当たりしかないようだな。いや、ちゅってもね、うちはほとんど見てただけで。いやー、そう言うんですよ。そのいじめっ子グループのね、下っ端でみんなそう言うんですよ。だいたいひーさんが。ひーさん誰。ああ、ひーさんってうちの中でも飛んでる子なんだけど、ひーさんが好き放題やってただけで、うちらはまあ止めなかっただけみたいな。言うても全然可愛いもんだから。警察のお世話になったこと一回もないし、うちらの代わりに捕まったやつならいたけど、くさ。てか、だいたいひーさんパパがもみ消してくれたしね。あー、そういうタイプのいじめっ子か。親が権力者のタイプのいじめっ子か。これはちょっと業が深いな。だから、地獄に落ちるんならうちじゃなくてひーさんの方でしょって話。ひーさんって今お前の後ろにいる女か。やばい、ウテナ絶対同人誌とかだったら全裸で土下座させられるキャラや。なっちゃって。あ、割かしデカめの石落ちてる。成人男性の頭とかかち割りやすそう。はい、なんか殺人やろうとしてる。はい、それ殺人やろうとしてるやつ。お前妙に地獄の風景が見合うな。全然だから。そんなことよりこれからうちはどうなるわけ。処される。ねえ、だからうち悪いことしてないって。俺には関係ないな。しよう、うちに手出したらひーさんたち黙ってないんだから。無言の圧。理屈&常識が通じない類のヤバいやつ。ピコーン。強いものに強いものセンサーで反応した音。お兄さんってよく見ると結構かっこよくないですか。なんだ、女の武器を持ち出して。うわー、筋肉すごい。上腕に頭筋やばー。めっちゃタイプ。でもこの子おっぱいおっきいしな。俺だったら騙されるかもしれねえな。インスタとかやってます。フォローさせてください。あれ、スマホない。俺にこびても意味ないぞ。こびてなんてないですよ。あ、お靴が汚れてる。拭きましょうか。拭くな、なめろ。いいよ、い
そこまで下からこうやると怖いって。もしや喉とか渇いてますか？全然雨乞いとかならしますけど。努力の方向性が違うな。未然に切る気はないんだ。うるうる、地獄とか怖いよ。誰か強い人、うちを絞ってくれないかな。誰か呼んでますよ。チラッチラッチラリズムはやめろ。あっちに何かあんの？ UFO？ そんじゃそろそろ行くか。行くってどこに？ここより気づくて辛いとこ。金になってくれよ、嬢ちゃん。